勇者の実家。お疲れ様です。お帰りなさい。勇者の実家マザレッカがお送りをしていきたいと思います。最近はですね、いろいろ同時進行で再びいろんなことが進んでいる中で、もう私も頭がですね、あっち行ったりこっち行ったりでどうしようかなと思ってるんですけど、最近ちょっと思ったのは、なんかこう今のこの状況とか、これまでずっとやってきたことの形を変えたくないって思ってる自分がいたんですけど、そう言ってることもこれ以上できないのかなと思う節があります。何のことを言ってるかはわからない感じでごめんなさいって感じなんですけど、すごいこう自分は変えたくないと思ってても、やっぱりこう 人が関わることだったり、その人も一人じゃなくて、一人二人三人でもなくて、10人20人30人とかが関わってる話だと、自分がこのチームでずっとやりたいなって例えば思ってるチームがあるとしても、いろんな状況でやっぱり、もう明日は違うメンバーになってる可能性ってあるんですよね。そう、そんなことを思う今日この頃です。めちゃくちゃ本当にもうね、そういうことを飲み込みながら、私たちはそれでも前を向いていくしかないんだろうなというふうに思ってます。何を言ってるかというのがいつか説明できるといいかなと思うんですけど、いやいろんなことがあるんですよ。いろんなことがあるけど、マザー的にはですね、最終的には自分がブレなければいいというところがありまして、自分がブレてるかどうかっていうのも常に、自分に問いながら生きろよと、言ってくれた恩師たち、師匠たちがいっぱい顔が今浮かぶので、ブレちゃいけないなというのを感じてます。多分ね、マザー劣化的にはね、その例えばじゃあそのチームのメンバーが変わるとかいうことがあったとしてね、そういうことがあったとしても、それによって、自分を乱してしまうとか、それによって、本当にこの大切なところがなくなってしまうっていう方が良くないなと思うんですよ。はい。なので、優先順位を間違えちゃいけないなっていうことはね、常日頃から思ってるんですけれども、なんかそんなことをね、すごいもう、毎日のようにこう試されるような、経験が最近あるなと思いながら、はい。だいぶですね、今年ももう進んできて11月でしょ？ちょっと、結局ですね、私ちょっともうバッタバタしすぎて、大好きな1年の中でももう1、2、3位に入る大好きなイベントであるハロウィンイベントは、あんまりちょっと完全燃焼できず、はい、すいません、私 C3PO できませんでした。あ、そうかもできませんでした。ちょっとね、やりたかったんですけど、いろいろ全く間に合わず、もう超急いで、子供のやつだけは用意したんですけど、もう自分がなんかするとか、そこまでちょっと至らずですね、残念ながら今年のハロウィンは私は、何の紛争もしなかった、仮装しなかったっていう悲しい、はい、エピソードをご紹介しつつですね、今日はちょっとですね、特別というか、ちょっと特に読みたいメッセージが来ていたので、そのメッセージを紹介することからやりたいかなと思うんですけど、この話多分ね、前にもしたことあるんですけど、結構ね、私最近このことについてすごく感じることがあるので、あえてまた、新しいメッセージを来たのを読ませていただきます。アナちゃんの里親さんからいただきました。素晴らしい人生についてのメッセージですね。レッカちゃん、こんにちは。アナちゃんの里親です。アナちゃんが可愛すぎて親バカですが、アナちゃんの素晴らしいニャン性を紹介したいです。
私は柳さんのフェイスブックでアナちゃんの存在は存じ上げており、投稿を拝見するたびなんて美しい子なんだろうと思ってました。そんなアナちゃんのニャン生の天気大好きな柳さんとの別れがあり、引っ越しがあり、老病だからストレスマックスな状況で我が家へ来てくれました。体調も悪いせや痩せちゃってて警戒心もマックス、最初は知らないところで自分の身を守ることに精一杯で、シャ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 と自分を強く見せて一生懸命頑張っていました。それがどんどん心を開いてくれて、すっかり甘えん坊のアナちゃんです。柳さんに甘えてた時と同じように甘えてくれているんではないかなと思います。アナちゃんはちゃんと自分で自分のニャン性を自分のやり方でくぐり抜けてきて今ここにいる。本当に上出来。多分近くで柳さんも見守ってくれてると思います。アナちゃん小さな体で本当によく頑張っています。すごくこの後もたくさんメッセージを書いてくださってるんですけど、そうなんです。このあのアナちゃんっていうのは猫なんですけども、アビシニアンの猫ちゃんで、もう多分11歳とか12歳かな、うちのアクセルよりも確か 1,2 個下だったと思うんですけど、そのアナちゃんはあの柳さんって私のもう初代、ディレクターの柳さんが飼いたいと言って飼っていた猫なんですね。で、柳さんが、もう体が結構しんどいぞってなってきた頃からですね、アナちゃんはちょくちょく、ジャンボの近くにあるペットサロンのワンボというところが、私のもうどっちも友人のやっているお店なんですけど、ジャンボはね髪の毛編んでくれるお店で西日本にあるんですけど、ワンボはペットのそのトリミングをしてくれたりとか、あとペットホテルやってくれたりとか、あと若ちゃんっていうそこのお店やってる子はもう自分でそのお店以外の活動で、犬猫ちゃんの保護活動もずっとしてるんですねっていうすごい人がいるんですけど、その若ちゃんのお力を借りて、でも相当借りて、柳さんの飼っていたアナちゃんなんですけど、柳さんが結構何回も入院をした時とかもあったので、そういう時ももう正直あの保護活動めちゃくちゃ慣れている若ちゃんですら、もうちょっとこの子はあの危ないから近づいちゃダメですっていうぐらいの状態だったんですよ、アナちゃん。ちょっとね、多分あんまりこのお世話が最後の方できてなくて、ちょっとこうお腹が空きすぎていて脱水になっちゃっていたりとか、こう人の足に食いついたりとかする感じだったので、あーなーちゃんなんてこったっていうことで、ちょっと一回保護を何回かちょっとあの若ちゃんにお願いをして、で若ちゃんのお家でケージの中で、若ちゃんもあの違う犬猫ちゃんがいるので、でそうやって面倒見てもらったりもしてたんですけど、だいぶですねやっぱ若ちゃんからも、あの柳さんまだあの入院中の時からやっぱりちょっとね今後厳しいですよと、柳さんも体も治さなきゃいけないし、でも柳さんは自分のことで多分もういっぱいいっぱいになっちゃうから、これはアナちゃんをちゃんと飼ってくれるというか、新しく家族として迎えてくれる人をやっぱ探さなきゃいけないし、でそれは、柳さんの了承を得ながら、で柳さんが認めてくれる人を探さなきゃいけないですよっていう話をずっと赤ちゃんからされていたので、うーんそうだよねそうだよねって思いながら、柳さんにも何度もそれを提案していたんですけど、柳さんはもう唯一のやっぱり大事な自分のアナちゃんはもう娘みたいな感じだったので、もう絶対ね聞かなかったんですよ。首を振ってくれなかったの、縦にいやダメだ、自分が面倒見れてるから最後まで面倒見るからっていうことだったんですけど、なので結局もうたまにその様子を見に行った時に、アナちゃんの様子もチェックをして、大丈夫かなっていうのをやるしかなかったんですけど、結構本当に最後の方にアナちゃんが辛そうな感じになっていたので、これはちょっともうっていうところもあって、若ちゃんと一緒にもうあの柳さんのちゃんとしたその了解が得れないままに、次のその飼い主さんになってくれる人、家族になってくれる人を一緒に探し始めたんですよね。で、その探し始めたのが、私の多分その
もともとファンクラブ、昔あったファンクラブとかから、いろいろブログとかも追っかけてくれてる人って結構柳さんの Facebook を追っかけてくれていたりとかで、柳さんに連絡を直接取ったりしてる人もいたりしたっぽいので、なんかそういうつながりもあって、実はちょっとお願いがあるんですけどって言って、私が過去に、そういうことをお願いをこう触れ込みを出した時に結構複数来たんですよ。面倒見れると思いますよって言ってくれた人が何人か来てくれたんですけど、で本当ありがたいなと思って、全員にいろいろこうお返事しながら、いろんなこう状況も聞いて、で、まあ、こう例えば先に飼ってる猫ちゃんがいるかとか、お家はどこかとか、まあ、どこって地域はどこかとかね、いうのも聞いたんですけど、あまりやっぱりアナちゃんも遠くだと連れていけないので、ちょっと結構地方の方も言ってくれたんですよ。自分四国ですけど大丈夫ですよとか、北陸ですけどうち飼えますよとか言ってくれる人もいたんですけど、若ちゃんからやっぱりそれはさすがにアナちゃん無理だと。で、私と若ちゃんで結果連れていくんですけど、そこまでアナちゃんを。なんですけど、さすがにその後ほったらかしにもできないというか、やっぱりアナちゃんを家族として受け取ってくれる人のご苦労もちょっとその後知り続けなきゃいけないし、もう相当結構ね年も取ってる猫ちゃんだから大変だっていうのもあって、なるべく、まあ、近くというか関東の人がいいっていうこともあって、でいろんな若ちゃんからね望ましい条件を教えてもらってたんですよ。先に飼ってる猫ちゃんがいないとか、やっぱりね先に飼ってる猫ちゃんがいると、どうしてもその先に飼ってた猫ちゃんに対しても非常にストレスかかっちゃうっていうのもかわいそうだし、でアナちゃんにもストレスかかっちゃう、でご家族も大変っていうのもあるから、慣れてるっていう点ではいいんですけれども、ちょっとそこは外した方がいいですっていう若ちゃんからのお話もあって、ああそうかそうかって言って、いろいろこう検討を重ねたか、この今日メッセージ読ませていただいたアナちゃんの里親になってくれた方が、関東地方なんですけど、まあ関東と言ってもですね、車でしばらく行った感じのところの、方なんですけど、もう本当にありがたいことに、アナちゃんの家族になってくれて、今過ごしているっていうことで、たまに、その様子もなんかこう写真とかも送ってきてくださったりするんですけど、ちょっとですね、私も長年ずっと見てたわけじゃないんですけど、もちろん、直接も見てるし、柳さんが Facebook とかに上げてるのももちろん見てるし、っていう中で、アナちゃんが、こんなに穏やかで、幸せな、余生っていうなんか言い方もあれなんですけど、アナちゃんにとっても多分今の、生活は多分最後の場所だと思うんですよ。あちこちどこかここから行かされることもなくね、本当に大事にしてもらってるので、で最初のもちろん柳さんのお家でも大事にされてたんですけど、ただ柳さんやっぱりちょっと体のこともあって、なかなかちょっと最後の方ケアもできてなかったかなっていうところもあって、で病気もちょっと始まっちゃっていて、猫ちゃんも病気もあったので、アナちゃんもねっていうのもあった中で、アナちゃんの顔とね、その様子がね、こんなに穏やかに、こんなに、幸せそうに暮らしてくれるなんてことを、私も実は若ちゃんもここまで想像してなかったんですよ。正直すっごい大変だって返しされちゃうかなとか、いや大変だったらもうしょうがない、迎えに行って、私がうちでアクセルっていうのがいるんですけど、なんとか別部屋とかで飼うしかないかなとか、最後は私引き取るよって思っていたんですけど、で若ちゃんもちょっともうなんかちょっとあったら考えましょうって言ってくれてたんですけど、そんな私たちの心配が及ばないぐらいですね、現実的にはものすっごく今アナちゃん幸せにしていて、もう感動的なんですよ、本当に。私はアナちゃんを小さい頃から見ている、というかもう柳さんが猫飼いたいって言って選ぶところから一緒に行って様子を見ていたので、アナちゃんが避妊手術をする時とかも、なんか
とするかどうかっていうところから柳さんすごい悩んで、で結局してみたいなところも全部ついていって、あのよしよしって、あのアナちゃんもよく頑張ったし、あの柳さんも泣いてるしみたいなのもあの見に行ってたりしたので、なんかそういうのも思い出すとですね、アナちゃんめちゃくちゃとりあえず気が強いんですよ。見たことないぐらい気が強くて、アクセルを気の強さ1としたらアナちゃん1万みたいな、あのアクセルが気弱すぎるっていうのもあるんですけど、これ同じ猫ですかっていうぐらい全然性格が違くて、ちょっと恐ろしいなっていうぐらいね、気が強い女の子なんですよ。それがびっくりするほどに、なんかこう超甘えん坊になってるみたいで、今、え、猫ちゃんの性格ってこんなに変わることあるんだって、ちょっとたくさん私も猫ちゃん見てきた中でこんな変貌をした子あんまり見たことがなくてびっくりしてるんですけど、本当に幸せにしてくれてるんだろうなって思うので、もうめちゃくちゃありがとうなんですよ。めちゃくちゃ私、あのこの素晴らしい猫性って もちろん本当そうです。あのアナちゃんのことももちろんそうだし、アナちゃんの今家族になってくれてるあのお母さんと娘さんなんですけど、そのことに本当に感謝で、なんかね、アナちゃん目線で言いますと、アナちゃんもね結構、まあ、寂しい気持ちもかなりあったと思うんですよ。やっぱりあの柳さんがいきなりこういなくなっちゃって、まあ、病院に行っちゃったので、ね、あのあれっていううちになんかケージに入れられて、自分はなんか自由にできなくて、大好きなお家にも帰れなくてっていうところから、アナちゃんがその大好きなお家には帰れないんですけど、大好きなお家に結構似ている雰囲気の、なんかこう、いやもうもっとなんでしょうね、日向がたくさんで、すごいこう穏やかな空気が流れてるような、そんなところにお家をもらえて、迎え入れてもらえて、もうなんかそこからですね、アナちゃんのね猫性がなんか全部最初から見てきた私とすると、アナちゃんここに来るためにもしかしていろんなこといっぱいいっぱい経験しながら生きてきたのかなって思っちゃうぐらい、いやすごいなって思っちゃうんですよね。あの人間でもね、私よく言うんですけど、人生とかってなんかこう積み重ねというよりも展開していくものだと思っちゃうんですよ、感じてるんですよ私は。あのなんかこうくるくる回って、あの巡ってこう ぐるっと動いていくみたいな、そんな雰囲気を私は想像してるんですけど、なんかアナちゃんの場合も、まあそれはそれは小さな赤ちゃんの頃からもう柳さんに食いついてるところも見てきたんですけど、こんな風に甘えさせてくれて、こんな風に幸せな家族のところに最後行き着くんだなっていうのが衝撃的なぐらいね、私にとっても本当に素晴らしい人生、猫性の一つの例だったんですよね。あの若ちゃんも私も猫いっぱい見てますし、猫大好きなんですけど、そんな私たちでももうちょっと難しいかな、アナちゃん今後って思ってたんですよ。すっごいあの気が強いし、ひっかくし、噛んじゃうし、あの病気もちょっと始まって、アナちゃん自身の病気も始まっていたから、アナちゃんをねここから面倒見てくれるなんていう人に出会えないんじゃないかなって私たちもね諦めかけてたんですよ。それがそんなことはないんだぞと、その私たち の不安とかこう想像している悪い方の未来っていうのを見事に凌駕してくれて、乗り越えてもうその遥か上を行ってくれて、アナちゃんめちゃくちゃ今幸せそうなんですね。その様子を伺う限りすごい、だからもう本当人も同じだなと思いました。うん、自分で多分これからこの先なんかいいことないんじゃないかなとか、いやもうなんか自分は人生のいいことは全部もうもらって経験したんじゃないかなとか言って思うことがあるかもしんないですけど、そんなことはないんだなって、だってアナちゃん見てごらんよって、誰も思わなかったよって、
飼い主の柳さんが手放してくれなかったこともあって、もう奈々ちゃんが結構もう暴れん坊どころじゃない状況になってからあの里親探しだったんですけど、でも奈々ちゃんはすっごい家族のところ行ったよって、でなんかこうなんか似たようなことを若ちゃん言ってたんですけど、若ちゃん言う限りですね、ペットショップとかからも例えば猫ちゃんワンちゃんがどこかにもらわれるような時、もう例えばもうペットショップにいながらにして買われないまま売れ残っちゃったまま、1歳以上になっちゃったりした子って結果的にものすごいいいお家にもらわれていくそうなんですよ。あの形はねどうあれね、あの買われるのか譲られるのかわかんないですけど、なんかいろんな理由であの最終的にはペットショップじゃないところに行かなきゃいけないじゃないですか。そういう時に最後まで残っちゃったね子はね、ものすごいいいとこにもらわれるんですって。すっごいあのもう若ちゃんがすっごいいい話をそうやって教えてくれたこともあったんですけど、ちょっとアナちゃんに関してはもう本当にそのことを感謝してます。私はあのむしろあの里親になってくれた人にももちろん一番感謝なんですけど、里親になれますよって手を挙げてくれた人たちも他にもたくさんいたので、本当に本当にその方たちにも感謝だし、おかげさまでアナちゃんは多分アナちゃん人生で今一番幸せな時期を、あの病気はあるんですけど本当に頑張ってその、 あの薬でね散らしてね頑張ってくださってるんですけど、でも様子を聞く限り見る限りこんなに人に甘えて幸せそうにしてる姿はうわー見たことがあんまりないのかも、あるけどね、あるけど、あの柳さんにしていたような感じ以上にですね、もしかしてねそうデレデレなのかなって思うような様子なので、いや本当ありがとうございましたと思って、はい、そんなアナちゃんのことからですね、人間のこともね一緒に考えちゃうんですけど、はい、最近はですね結構フェスを続けて毎週のように出させていただいていた10月を経てですね11月に入ってきているので、今もう制作がここから佳境だよという時期なので、今私ねめちゃくちゃ制作してるんですよ。あの曲を作りすぎて私のうちの Mac の、 あの状況がかなり悪くなりまして、重くなっちゃったみたいで、あの Mac のなるべく中にもちろんデータを保存しないようにしてハードディスクに常に移してというか、もう即そっちに保存をしてるはずなんですけど、それでもオーディオファイルでちょっとどこかにこうストックされちゃってるのが溜まっちゃったりしてると、他のアプリというかなんだ、例えば Excel とか例えば写真とかメールとかが開かなくなるんですよ、いろんなアプリが。もうよし、じゃあ今日今から勇者の実家の喋りを撮ろうと思って立ち上げようとしたらもう何も立ち上がらなくてびっくりして、あのちょっとうちのマックちゃんが調子相当悪いぞと思ってるんですけど、今マックを変えると非常にいろんなセットアップが大変な気がするので、でまたねマックを変えるとですね、マイクとつないでいるね、なんだろう、その他の機材、音楽機材系が読み込まれなかったりとか、そっちも新しいバージョンに変えないと、Mac 走らなかったりとか、いろんなことが起きるので、今変えるわけにはいかないので、今制作終わるまではなんとか、年内まではなんとか今の Mac 持ってくれと思いながら、はい、やっております。頑張ります。もうちょっと。もうマザーギリギリですよ。本当にギリギリですよ。ギリギリマザーっていう。あの昔ね失踪マザーっていう曲書きましたけど、もう今書いたらギリギリマザーですよ ね、ちょっともうギリギリアウトの日もねたまに出てきたりするんですけど、なんとかあのはい皆さんのおかげで頑張っております。そう、それでね、あそう何を言いたかったかというと、そのフェスを結構10月期にフェスもそうだけど、ちょっと特別なイベントとかもありまして、ちょっとまあ普段と変わった感じのその出方をさせてもらったものもあるし、なんかねいろんなそのイベントを経てみて、まあ来てくれた方からもいろんなねあの反応もいただいてるんですけど、自分はすごい一つ一つこれお願いしますって言われて、あのお断りしないではいやりますって受けたものに関してはすごく一生懸命、できる限りのことをして帰ってこようということで全てやってきているんですけど、
結構その自分の力の及ばないところで私が歌をしっかり歌うかどうかっていうとこじゃなくて、なんかこうお客さんに嫌なことがあったりとか、なんかちょっとお客さんが嫌な思いをしたりとかっていうことが、まあ昔からフェスだとあるんですよ。もう正直言っちゃうと昔からあるんです。昔から例えばですけど、最近ないですけど、昔は本当なんかめっちゃ怖いフェスとかに出た時は、なんか他の出演者のファンの人にちょっと劣化ファンがいじめられそうになったとか、なんかそういうこともあったし、もうほんとごめんなさいと思って。だからでもね、そういうのを聞くたびにね、私ね、そういうフェスお断りを始めてたんですよね。もう出ませんっつって、申し訳ないんですけど、お世話にはなってきたんですけど、もう出ませんって言って、出ませんよスタイルにしているところもあったりするので、ちょっとなんか正直ですね、10月いろいろありすぎて、どれとは言わないんですけど、これもう出れないなって思ってるものがあります。はい。どれとは言わない。どれとは言わないけど。ねえ、いろんなことがあるなーって思いながら、本当に最初に言ったことですけど、全部はね、すべてはやっぱ変わっていくんですよ。変わっていくの、それ受け入れなきゃいけないなって、私も受け入れなきゃいけないなと思うので、昨日今日あったものが明日もあるとは思うなよと。自分にね、自分にそう言い聞かせてます。なので、だからこそ、昨日今日やったことの中で、なんかこうお客さんをアンハッピーにしてしまったこととか、それが私が望んでないのにもかかわらずね、そういうことは多々起きてしまうので、でもそしたらもう次はそれが起きないようにするしかないじゃないですか。ということで、いろいろちょっと考えています。はい。なんですけど、自分はですね、基本的には本当に自分の音楽を聴きに来てくれようとする人、音楽をですよね、MC もですけどね、別に私 MC やりに行ってるわけじゃないんで、ちゃんと曲を削らず全ての公演歌ってきてるんですけど、MC をやりに行ってるわけではないので、って思いつつ MC もついつい長くなっちゃったりするのでごめんなさいって思うんですけど、でも基本的にはやっぱり曲ですよね。自分も音楽が好きだから音楽やってるので、その音楽を一緒に楽しんでくれようとして来てくれている人たちに、なんかその音楽とか曲とか音とかそれ以外のことで、そういえば人なんだろうな、会場の入る時のなんかこう順番とかわかんないですけど、なんか違うことで、嫌な思いとかをさせたら、それは超私は不本意ですよね。それは私が怒るところですよね。そうなんですけど、基本は本当に来てくださる方が安全に音楽に集中して、でその人の人生の中でこの音楽を聴きに来たこの時間があってよかったなって思って帰ってもらいたいので、それができるイベント、それができるライブはもちろん続けたいと思うんですけども、それができないイベント、それが難しいような状況のライブだったら、まあもう出なくていいのかなっていうふうに思ってしまいます。はい、昔からです。これはそんなねことも多々感じるような最近の状況ではあったんですけど、今はですね一回ね、はい、頑張って制作を続けます。はい、皆さんもぜひ、もういろんなことあると思うんですけど、とりあえずですね、これまでの自分がどうだったとしてもね、どうやらこれからに何かまだ秘密が隠されてるみたいですよ。アナちゃんのこともぜひちょっとたまに思い出してあげてください。アナちゃんはね、最高のねこれからをね過ごしていくんですよ。最高だなって、それって、うん。なので私もこれからをちゃんと楽しんで最高にしていけるように頑張んなきゃいけないなっていうふうには思います。うん、楽しいんですけどね、音楽はね、音楽楽しいんですけどね、いやー、こんなに忙しい、アラフォーはもう特に超えたな、20代の時思ってなかったですね、こんなにこの子供育てながら音楽やるっていうのが、こんなに忙しいハードモードゲームだってことを知らなかったので、頭の中がね、あっちこっちですね、本当、一日中あっちこっちです。
つもそんなこと言ってる気がします。はい、というわけで今後のいろんなことについては今のところちょっと言えることがまだ少ないので、ファニコンさんとかインスタライブとかをチェックしてほしいなと思う点があるんですけれども、あ、例の以前ですね8月頃に募集をしていた、おはようございますのダンスのコンテストやらせていただいたやつがあるんですけど、それもね今ね随時順次、また力様と、いわゆる何でしょう、その話し合いを重ねております。はい、この優秀賞のね発表に向けても今準備を進めていますので、ぜひそちらもちょっと楽しみにお待たせしているんですけれども、ちょっとでもねなんかこう進捗状況だけでも近々報告ができるといいなとは思っています。はい、そしてメッセージの方もまだ6個分全部テーマ募集をしています。今日は素晴らしい人生も涙出ちゃう素晴らしい猫性を紹介させてもらいましたけど、おはようございますと散らかれにかけても、新しいコーナーでメッセージを募集しております。でいつもの方の募集してるメッセージもどしどしぜひ送ってみてください。はい、というわけでみんなが元気に楽しく過ごしてくれますように祈りながら、劣化も混ざるかもちょっと頑張って、残り2ヶ月もうないですけど、今年早いですね、もう2ヶ月ないんだよ、2023年が終わっちゃう、息切れしちゃう。はい、頑張っていきたいと思います。では皆さん今週も楽しんで元気にあなたらしくゆっくりやっていってください。じゃあいってらっしゃい、またね、バイバイ。